救済を申し立てたアイヌ当事者の田原涼子さんへの取材で分かったもので、多元さんによると認定対象は2016年にスイスで開かれた国連女性差別撤廃委員会の参加者について、チマ・チョゴリ・アイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、同じ空気を吸っているだけでも気分が悪くなると書き込んだブログやツイッター現 X の投稿など計3件、自民党の杉田水脈衆院議員がブログでアイヌ民族への侮辱的な投稿をしていた問題で、札幌法務局が人権侵犯の事実があったと認定し、杉田氏にアイヌ文化を学び今後発言に注意するよう啓発をしたことについて言及した。同12月の参院予算委員会で謝罪撤回に追い込まれ、その後更迭された。杉田事務所は認定されたことを認めた上で、9月14日に法務省職員が